対決グラウロード、ボス戦っぽいな。なんだこいつは。こいつがあれか、ノイゾイド。名前がすごいな、ノイゾイド。止まれ小僧。このガーガン様の可愛いペットをいじめたやつは貴様だな。その杖でノイズを跳ね返せるらしいが、こいつも同じようにできるかな。ガブリとやられてしまうがいい。わーい、でかい犬か。まあまあ倒せないことないんじゃない。多分攻撃してくるからその跳ね返すって感じだと思うけど、行くか。後ろか。2、3、はい、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、オッケー、ヒッ、ヒッ、ジャンプ、2、3、はい、ヒッ、ヒッ、ジャンプ、オッケー、ヒッ、ヒッ、ジャンプ、ジャンプ、2、3、はい、ヒッ、ヒッ、ジャンプ、ジャンプ、ヒッ、あー、くそ、むず、離されるときつい。戦うの？ジャンジャンジャン、裏打ちじゃん。ジャンジャンジャン、オッケー。1、2、3、4、1、2、3、はい。今の当たってる。オッケーオッケー。いいね。くっそ難しい。ヒッ、オッケー。くっそ地味に狂ってる。ジャン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 、ヒッ、3、はい、ジャンプ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 、ヒッ、オッケー。いいね、ギリギリで持ちこたえてる。ヒッ、はい、ヒッ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 、オッケー。よし。入れ歯攻撃が怖いな。いやー、ギリギリの戦いだった。てか、これライフ5ってむずくない？リズムゲーで5回ミスったら死ぬってやばいよね。かなり完璧にクリアしないと、クリアできないっていう。これでも銀バラ、銀バラか。大きなやつだったけど、なんとか倒せたね。いや、むずい。キングオンプゲットです。ボーナスステージが追加されました。はい、 Y ボタンを押したらいけるらしいけど、これでとりあえず一通りクリアなんじゃない。 OK、 ワールドクリア。いいね、ラッパの形してる大陸が。あんな大きな敵をやっつけるなんてすごいよ。頑張ったね、テンポ。それにしてもあのガーガンってやつ一体何者なのかしら。僕もあんなひどい声聞いたことないよ。しかもノイゾイドを操ってるみたいだったし。それにしてもその杖ノイズを跳ね返せるなんて、本当に伝説の杖だったのね。あれ入れ歯じゃなくて多分ノイズだな、おそらく。あいつの声が発射されてるってことなんだろうな。うん、だから絶対この杖をシンフォニーシティに届けないと。そうね、私も協力するわ。そういえばあなたたちステージセレクトって知ってる？急にメタぶち込んできたし。使ったことがあるならいいんだけど、もし知らなかったのなら Y ボタンを押してみて。はい、いいね。まあこれはいいですね。はい、じゃあ行きましょうか。セーブしよう。セーブ画面がシンプルすぎて助かる。はい、あーなるほど。 A ノーマル。今何スピードって何？ A ノーマル、 X スピードみたいな。あ、なんか始まっちゃったんだけど。もう一回やる。いや、なんか始まっちゃったから、もう一回やろう。ちょ、無言でやるよ、無言で。あ、むずい。
外しちゃった。ジャンジャンジャン。2、3、4。おいいね。3、4。1、2、3、4。2、3、4。オッケー、いいね。まあさっきよりはなんかうまくいってる感じするけど。あーちょっと下手だな。2、3、4、5、2、3、4、1、2、3、4。ちょっとさっきより下手じゃねえか。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5。ダメだ、さっきより下手だわこれ。まあちょっと先に進みますか。なんかボーナスステージ的なのもあるんだろうけど、こう歯茎なんだけどな、確実に。さっき32点とかだったな。これ金バナ取るの難しいな。あ、てかオートセーブなんだこれ。ウッドウィンビレッジ、これボーナスステージ、ジム、ボーナストラック、ジムね、これボーナストラックってなんだろう、聞いてみるか。あ、ポケモンだ。あーすげー、あーめっちゃいい。くそ、ミスりたくねえ。あーすげー、さすがゲーフリみたい。ちょっとこれ、この曲はうまくやりたい。めっちゃいいじゃんこれ。もうめっちゃ失敗してるし。くっそ。うわーすげえ。へえ、ジム、ジムってそのジム。あ、ポケモンのジムのことか。あ、これでも一応キングオンプくんもらえんのかな。不思議な場所だったけどうまくいけたわね。すげえ。ゲームフリークなんだけど。ちょ、もう一回やりたい。もう一回だけやらせてほしい。ごめん。ちょっと、今のは感動したなんか。もう完全にポケモンじゃない気分でやったから今。もう一回。はい。これむずくね。オッケー。あー、でもちょっとやっぱ難しいな。ボーナスステージって言うだけあって難しい普通に、うん、これ金バナ取れねえだろうな。あー、もう一回やりたい。もう一回やっていい。なんか同じステージ何回もやりたくなっちゃう。これなんかやべえな、このゲーム。中毒性が。もう一回だけ頼む。すまねえ、もう一回だけやらせてくれ。本気です。そこジャンプしなくていいんだ。くっそ、もう取れなそう。下手だ。なんかさっきより下手になってんだけど。ちょっと。まあこのくらいにしとくか。いやー、ちょっともうちょっといけるだろこれ絶対。
これ絶対もうちょっといけるし、もう一回もう一回だけやらせてくれ、すまねえ、ちょもう一回だけ、もう一回だけやらせてくれ、もうこれな、極めたいよ、だってこう練習するしかないだろこんなの。え、ちゃんとポケモンとも絡めてくるんだこうやって、すげえ感動なんだけど。ここむずくね、より得点は高い60点超えで金じゃないかな、金銀みたいな、ポケットモンスター金銀みたいな感じで金取れるべ多分。よーし、オッケーオッケーオッケー、金どっかで聞いたような音楽だったわもう自分で作っといて何言ってんだオッケー、よかった。これ何なんだろう、ウィンドビレッジ、これ穴なのかな、デコボコマーチ、これあれだよな、チュートリアル ステージだよな、ウィンドビレッジ多分、おそらく。よし進むかボーナスステージもクリアしたとこだし、それでは進みましょう。多分全6ステージくらいあるのかな、ワールドに6フレンジ。え、これさ、ワールドクリアすることにボーナスでポケモンの曲奏でれるの、すげえ。あ、なんかロックな BGM なのかな。ひゃあ、山がたくさん、住むの大変そうだな。ここを抜ければシンフォニーシティは目の前よ。ほんと？じゃあもう少しの辛抱だね。そういえば、シンフォニーシティのお城には、とっても歌声の綺麗なお姫様がいるんだよね。ええ、その通りよ。シンフォニーシティのプリンセス、その名も アリアナ姫は、アリアナ姫の歌声には癒しの力があって、その声を聞くとみんな穏やかな心になるの。へえ、お城に行けば僕たちもアリアナ姫の歌声聞けるのかな。とにかく先に進まないとね。頑張ろう、テンポくん。あ、そうそう、チャージアタック、 A ボタンでチャージできんの、何それ、ボタンを離すとチャージアタックができる。へえ、パワーが溜まればジャンプしながらでも出せるから、うまく使いこなして音符をたくさん集めよう。なんか難しそうだな、要素が増えると難しくなるよこれは。じゃあ行きましょうか、チャージアタックね。トゥントゥントゥンポン、あ、すげえ BGM が、いやでもこれチャージしてる場合じゃねえなあ、お前ジャンプできなかった、くっそ、あー今の裏取られた、くっそ裏だよ今の、今のとかもったいないな、うわーかっこいい、あくっそちょっとあのこの落ちたところにさスタンバってんのやめてくんない、マジで反応できない。え、でもこれ金いったんじゃない、120、うわー120で金か、本当に合わせてジャンプするんじゃ。今のステージとかももう一回やりたいけど、まあでもちょっとクリアすることにかけるか、ちょっとやり込みしたいけどな。ドラッグロック現れ、進みましょう、ボス戦っぽいね、曲がかっこいいな、ボス戦ですね、牛
はい、ジャン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 、ジャンはい、ジャン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 、オッケー、ジャンはい、ジャン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 、2、3、はい、ジャンピッジャンピッジャン、くそ、見つかった、ピッピッピッジャンジャン、3、はい、これボス戦でチャージ攻撃使えんのかな、いや、してられない、なに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 、レフトライトレフト、ちょっと急に増やすのやめて、ライトレフトピッピッ、2、3、はい、ライトレフトピッピッ、ちょっと急にコマンド増やすのやめて、ジャンピッ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 、3、はい、ジャンピッピッピッ、オッケー、ちょっとあのね急にコマンド増やすのビビるからやめてくれ、マジで何ライトレフトってうわーこれ25で金なんじゃないかな、うわーそうだな、ワンミスしたの痛えな、まだまだ危なっかしい、もうちょっとで今金取れたのにな、1回だけミスっちゃったね、いくか、ここ何個くらい必要なの、12個、 OK、 なんかいるし、あ、こんなところにトロッコがある、使っちゃおう、操作方法は A ボタンを押し続けている間はスッドアタック、 B ボタンを押すとトロッコが持ち上がる、何をすることになるんだろう、すげえ緊張する、なんか毎回新しいことが始まるからすげえ緊張するんだけど、ちょっとやられた、お、それも敵かよ、ナイス、 OK、 リバーと、あ、でもボタン押してた方がいいな、でもボタン押しっぱなしで間に合わないんだよな、うわーこれやべえ、てかこれボタン押しっぱなしクリアはできるんじゃない、危ねえこれさ多分クリアはできるんだよね、ボタン押しっぱなしで、ただ音符を取るってなると話は別だよっていう、取れるかな120で、あ、取れるか多分、あー金バナだし、オッケー、よかった、うん、金音符を見つけたよ、いやーでもなかなか難易度が なんかいるね、yeah. Yeah. おお、そこの坊主ども、ウケキ、hey. 誰お前らか、俺のところトロッコを勝手に使ったやつは、ウキウキ、オイラが作ったんですけどね敬語なんだけど、猿、わ、ごめんなさい、許して、いや許さねえ、たとえみんなが許してもこの俺さすらい風雷坊ジンベエ様は許さねえ、ウキキ、オイラ神秘です、よろしくこう神秘社会人なんだけどどうすれば許してくれるの、お前らが全部持ってる音符全部置いとけば許してやるぜ、俺をそれを売って俺たちは大儲けするってわけや、はい、そんなめちゃくちゃな羊るわけないでしょ、あっあっあっあ、なんだ姉ちゃん俺に逆らうってのかい、そっちこそ後で謝っても許してあげないわよ、ボス戦かな、あ、どうしよう、そうだジンベイ、僕たちと一緒にシンフォニシティに来てよ、ね、仲間になるんだこれ、あ、僕たちこれからお城へ大事なものを届けに行くんだ、もし手伝ってくれたらきっとご褒美もらえると思うよ、推定あくまでも推測だけどね、ほう、シンフォニシティの塩か、まあいいだろう、ちょタピ、あんたこんなの連れてくつもり、ちょっと怖いけど強そうだしいいんじゃないかな、あ、よろしくな、お、神秘、旅の役に、旅立つ前に俺たちの強さ見せてやろうぜ、ウキ、キャラクターが増えた、またプレイの感じが新しい操作が増えるのかな行きましょうか、はい、A ボタンでジンベ、神秘、バツで神秘、バツで神秘、え、バツ使うの、和太鼓系なんだ、
なるほど。キーの位置が直感的に分かりやすい。ブラボー。オッケーでクリアと。これ別にゴールジンベイのままこう行ってもよかったような気がするけどね。じゃあ行くか。この調子で何行こう。大きな敵は何度もアタックしよう。じゃあ行くか。さて行きましょう。ブラザーロック。ジンベイがどんな感じの使い勝手なのかね。これ絶対ラストステージとかさ、ライラもジンベイもテンポみんな使うみたいな感じでしょ。倒しちゃった普通に。あー下かあそこ。くそ。ジンベイに任せて OK。 次バッ X ね。 X とジャンプがないだけ。おいあ、むず。1、2、3。おい。ジャンプ必要。ナイス。2、5、6。あ、オッケー。あ、まだまだ続く。あ、くっそ。今の取れたらかっこよかったのに。最後。もう最後。やられた。めっ、やられた。ちょっとってとこやりたいよ。ちょ、もう一回やっていい？ここなんか気に食わない。ちょっと最後のあそこ絶対気持ちいいじゃん、うまく決めたら。でも難しいからいいや。いきます、進みます。はい、まあちょっと最あの全部コンプリートする必要が出てきたらコンプリートするわ。復讐のドラグロックか。ボス戦？復讐ってことはなんかやけに早いボス戦だったし。うわーボス戦じゃん。なんか色変わってるし、骨折れてる。骨じゃない、角。1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、はい、レフトライトヒットライト。 OK。 ヒットレフトライトヒット。 OK。 まあジャンプヒットヒットジャンプジャンプ2、3、はい、ジャンプ、ヒット、ジャンプ、ジャンプ、くっそ。2、3、はい、レフト、ライト、ヒット、ヒット、くっそ。レフト、ヒット、ライト、ヒット、ヒット、あー、ちょっと、うまくできない。レフト、ジャンプ、ライト、ヒット、あー、くっそ。あー、ちょっと待って、これ難しい。ちょっとあの単純になんか暗記しようとしちゃうな。なんかもっと直感的に覚えればいいんだけど、レフトライトが入ってくると俺の記憶のキャパシティが限界を迎える。いくぜ。ジャンプ。待って、なんでだろう。へへができない。あの2連打がだ、おあれ。
もう一回集中あれ？おー、ここ2連撃できん。レフジャンプライト。あれ、なんかクリアしちゃった。くっそ。え、でもこれ足りないんじゃない？結構なんかゴリ押しだったけど、なんか連打が下手だな。ラヘヘ、このラヘヘができない。これ22じゃ無理なんじゃない？ああギリギリ。それ練習します。なんとか練習していきたいと思います。そう、悔しいな。行くか。なんだこいつ、ロックな感じの鳥。この島に住んでる鳥でリフバード。何か言いたそうに、なんて言ってるのかしら。乱暴者が暴れ回って困っているんだって。それをやっつけてくれてありがとう。だってさっきテンポが追い払ったドラゴンね。ピーピー、俺に困ったことがあったら力を貸すよ。だってさ、よかったじゃないテンポ。行くか。15か。なるほどね。行きましょうか。ロックンドラグーン。何ロックンドラグーンが出てくんの。集中していこう。早いね。ここ隠しルートじゃん多分。うわの。あくっそ。隙をつかれた。あ、でも隠しルートあったね。いやでもね、俺正直かなり背景の太鼓とか叩きまくったから金だと思うんだけど。ね。このあのこのゲーム120点なんだよ。道の切り替えもしっかりできておるの。そう、あの合計得点が120点満点だから、その背景を叩けばプラスになるんだよ。だから多少表がくり、ちょっと待って、ここ隠しルートあったからもう一回やる。